これで満足か？私の権利はこれだけじゃないぞ。ここは立ち入り禁止だ。私はイルミンズールの司祭フレイヤ、偉大なる守護者様に仕えるもの。お前は異端者か。私たちが崇拝するのはイルミンズールの守護者様だ。なんという無知。イルミンズールの守護者様を知らないなんて。今すぐ立ち去れ、よそ者！
私の逆壺を見かけませんでしたかな。私は通りイルミンズールの騎士ファーガスと申す者、この状態にはまだ慣れておらぬゆえ、少し動くとひどく疲れ果ててしまい眠くなってしまう。ひと眠りして起きたら逆壺がなくてな。どうしたものか。もうすまない、考え事をしていて。ケロ、お主のことを忘れていた。ケロ、あれは大変貴重なものなのだ。
Thank you.
戦闘開始だ。バレの通り。チクッとするかも。
各所で不穏な魔力の気配を感じます。何か異変が起きているようです。ご注意を、マスター。お疲れの時は無理をせず、塔に戻ってお休みください。剣のために生き、剣
に死ぬ。お主か。おお、これは私の酒壺ではないか。ケロ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 、感謝するぞ。お礼にこれを受け取ってほしい。これはもう私には必要ないものでね。あとは魔法の杖だ。それで誓いを全うできる。私がかつて騎士の名に、これは時のオルゴールというもの。聞いた話では守護者戦争の遺物で、使ったものに過去を思い出させることができるとか。フレイヤはお前に警告したはず。ここの民を傷つけるなと。
痛い目を見ないとわからないよね。戦闘開始だ。剣士は逃げも隠れもしない。手にバラを積んではダメよ。バラの方向が濃くなってきたわ。魔女の仕事も忙しいのでしょうね。あなた様は使う。あまり期待しないでください。私は面倒なことが嫌いですので。はあ、つまらんな。もっと強くなったぞ。マスター、目を覚ましてください。あなたが新しいお客様ですか？
夜、道に迷うことは危険なことよ。森を抜ける道を知っているけど、頑張って咲いたバラが愛で満たされるのを待っているわ。かつて世は誓った。この世界を永遠に山の吹雪で覆うと。魔装が折れようとも私は信念を捨てたりしない。風、雨、メイドにはそのような天気の変化がないので。これは訓練前の準備運動だ。体に流れる剣の血脈が私をさらなる高みへと導く。運命を見通せてもすべてを回避。姫様の優しさは多く。巫女の修行ですか。日々のたゆまぬ鍛錬が戦場での成果につながるのです。王宮を逃げ出してから自分が強いと思っているのか。ならば俺と手合わせをしよう。果実の働きは尊く、花は甘く美しい。でもあなたは派手、黙々と全てを。戦闘開始だ。ちょっとするかも。本気で行くぞ。剣のために生き、剣のために死ぬ。
気で行くぞ。剣のために生き、剣のために死ぬ。戦闘開始だ。